気持ちめっちゃわかる。 スパイ、隣にいるスパイさんにすごい申し訳ないけどめっちゃ気持ちはわかる。いや俺も今日勝ってたらな。いや俺も今日やっぱ今日優勝してやっぱツイッターで橋本まどかちゃん見とるかは言いたかった。ゲンガン対策。親殺されましたってバンナム言ってきた方がいいですか。俺はゲンガンに親殺されてるわ。そうなんですか。マジで許さない、マジで許さない。さあ王子のゲンガーと王子のゲンガーのってもうなんか意味わかんないよな。おい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 、あタルタルさんだ。さあここまでじゃんけんマシンと貸したが、さあ当たっている。生半かな、あれは許さないと。当たらねえ。さあガニコさん叫び声聞こえたわ。ああ でかい、ああでけえ、なんかこっちの方がもっとでかい。はい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 、おお新しい。うえぇ、うえぇ、あー出た催眠からのうへへ。おシャドーパンか、あそこ、あーっとこれは、あありがとうシャドーボール。さあ王子もちょっとたまりそうだ。驚かず当たっていい。いやいや気持ちわかる。この前俺王子とずっと店内やってブチ切れてたから、ふざけんなって言いながら。だってここでメガゲンがあるんだよ。ああまあこれはね、これはねしゃあない、王子が悪い。これ王子が悪い。ああ俺嫌いじゃないよそういうの。お前の考えよーくわかる、よーくわかる。さあ許さない。おっとこれはやるね、赤い光線、あー当たってる。死へのカウントダウンが。許されない。あっと、あー何も出なかった。これはまだガニコスにもチャンスがあるのか、ガニコスあるのか。あった、あるぞあるぞ。さあ、うん、わあ甘いわガニコス。